掘り出し聞き出し気づかせラジオエトセトラエトラジ。さ、3月の24日火曜日、3月の24日火曜日、 March 24th Tuesday。はい、1967年3月24日、大阪市地下鉄、今の大阪メトロ2号線、2号線言うてて、2号線って何線か分かる？だから1号線は分かるね。水筋線やね、2番目やね、2番目は谷町線。ピポピポン、谷町線が、東梅田駅、谷町4丁目駅間が開業したのが1967年3月24日のことでした。1967, second line in Osaka Metro. 谷町って今、大日まで行ってるの？ Open from 東梅田と谷町4丁目。大日まで行ってるやつよね。まあ、それの東梅田、谷町4丁目。1967年から昭和の42年。まあまあ、ですわ。ですね、最近まみちゃんはその地下鉄の駅員さんの話をこの前してはったでしょ。あ、そうね、大阪メトロね、まあね、なんか駅員さんの名前入りのアニメっていうかね、漫画で分かりやすくするみたいな告知されてるんですか、うん、車内に貼ったのね。車内とか、あと駅の構内に貼ってあるんですね、はい、こんなんですというのが YouTube に上がってるかどうか、ね、駅にね、はい、駅にあのね、で、秋のいとこももしかしたらいるやろか言うてたやつやね。まあまあ出てけへんと思うけどな。そうですか、ね、まあ思うけどな。まあまあいいですか、大阪メトロ、大阪メトロ ね走っております、うん、大阪メトロってなって分かりやすくなりましたね、逆にね。ああ、そう、なんか世界的にもメトロっていうのが浸透して、うんうん、ああ、そう、はい、うん、東京も東京メトロよね。東京メトロやったらね、大阪は大阪市営地下鉄、地下鉄とか言ってたからね。大阪市営市バスもあったもんね、うん、だから外国の人がメトロって言われても、うん、ほらもう日本人も分かるじゃないですか、メトロって。日本人がメトロを意識してなかったらメトロって聞かれても何のこっちゃ、ね、ちゃやけど、あれと一緒ですね、うんうん、あのミントと一緒ですな、ミントと一緒ですね、造幣局の、うん、ミントって何やねん何っていうと、ね、だからまあまあそれでメトロ大阪メトロとかなんか聞いた時に、たあ、分かるって感じになるじゃないですか、うん、まあまあ、結構そういうの多いよね、日本もだんだんそのカタカナ英語みたいな、ちゃんと本物の国際英語になってます、なるとそれで、あ、分かるっていうようなことが、あのナイトゲーム、ナイター、ね、ナイターは日本語なんでしょ、ナイターそう、ね、和製英語なんでしょ、ね、ナイトゲーム、ナイトゲームだけど、なんかホームランは大丈夫、ホームランは大丈夫かな、大丈夫ですか、ね、なんか流れてきてますよ、はい、あ、そうですか、マミちゃんの携帯にアッキーの名前が急に出てくるとびっくりするね。ああ、ね、そうですね。あえて言いませんけどね。中国自動車道が全線開通したのが1983年、昭和58年3月24日のことでした。東京から熊本県、これ八代市、あの八代市、八代でいいんかね、あの八代亜紀さんの、あの芸名の元になった八代から八に代って書くんですか、そうそうそう、島でが、高速道路で結ばれた。だからって中国自動車道がどこからどこまでかがわからないんだ、まあ、ね、調べる、でも東京っていうのは首都高、東名高速、中央自動車道から熊本は九州自動車道の、その八代か八代かしなきゃ、インター知事までが、まあその当時つながったということで、まあ東京から熊本まで、ね、高速道路で全部行けるねっていうようになったのが1983年、昭和58年3月24日今日のことね、はい、ただ中国自動車道ね、山下どこでしょう、うん、まあまあ中国地方を中国地方のね、きっとね、はい、佐用とか山崎銀太いうのが僕はよく利用してたんですけど、それはどこ、中国？中国自動車道。自動車道の山崎銀太、兵庫県の山崎いうところありますね。それから佐用いうのがあれ岡山からありましてな、そっからその銀太降りて目的地にまあよく行ってたのが中国自動車道です。まみちゃんが反応ないんで行きましょう。ただね、中国自動車道がどこからどこまでって調べれる？調べますか？中国自動車道支店終点、あ、だからか国道2号線やったらさ、大阪から例えばあれどこや、下関文字までかなとかさ、中国自動車道は
どこからどこまで？あ、書いてある。吹田ジャンクションから、あ、違います。これはリニューアル工事。リニューアル工事が吹田ジャンクション、神戸ジャンクションからリニューアル工事がされます。お気をつけください。あ、はい、いますね。中国自動車道は大阪府吹田市から、うん、山口県下関市へ至る高速道路を中国高速自動車あ中国道って言います。略式が中国道だそうです。書いてあると大阪過ぎたから兵庫県岡山県広島県島根県を経由して山口県下関まで行くねんね。うん、そうですね。なるほど。が中国自動車。でそれが全線開通したっていうのが1983年昭和58年3月24日。何年経つんや。2020-1983年を引きますと、37年なんだ。ほんま？ですかね。うん、今2020年。37年か。お前ね、もう37歳いうことね。37歳ね。中国自動車道はね。なるほど。まあ、1983年生まれの人、昭和58年生まれの人は37歳なんや。はい、ということでこの人は1985年3月24日生まれ、綾瀬はるかちゃんお誕生日、おーハッピーブレッデー、綾瀬はるかさん、綾瀬はるかさんね、タレントさん、女優さんね、うん、この人は昭和60年プリンセス豊臣の人、あーそうやね、映画のね、うん、そうやね、大阪ね中井貴一さんとかね、なんか大阪のカラホリとかで撮影されてて、うん、大阪城の前とかね、大阪城とかね、うん、地下道があるんちゃうかっていう、大阪国が、ね、あるんちゃうかっていう、プリンセス豊臣とか豊臣の、いわゆる末裔がまだ生きてるんちゃうか、ね、生きているっていう、ね、映画ですよね、プリンセス豊臣という映画、ね、まあまあ、で大阪来られてますね、あとなんかあの、うん、テレビドラマでも大阪、うん、来られてたみたいな、ああそう、うん、ああちゃうわ、それは一緒やな、なんやろ、なんかがあるんでね、なんか、はい、あるかで検索してもいいですけど、そうそう、ありました、ありました、リスナーの方が検索してください、うん、はしょります、はい、さあ、今日はアストロツインズがいます、うんうん、いらっしゃいます、はい、キャインといえば、まあ、ウド君の相方なんですけど、天野博之さん、はい、1970年の3月24日生まれのアストロツインズが、うん、ネプチューンの、うん、歌えるんかな、原田泰造です、うん、原田泰造さん、だから、純ちゃんじゃなくて堀内くんじゃないや、うん、原田泰造さん、原田泰造さん、はい、こちらも1970年の3月24日生まれ、うん、で調べたらもう一人おってね、これまみちゃん知ってるかな、あの昔内村さんの相方でやってはってんか、相方ってなんちゃんちゃうよ、うん、あのまもうやったかな、千春ちゃん、知らんかな、千春ちゃんっていうあのタレントさんも1970年生まれで、うん、まあ、3人がアストロツインズ、はい、です、はい、さらに深い話つながりでいうと羽鳥慎一アナウンサーが1971年3月24日までお誕生日、はい、お誕生日同じっていうね、まみちゃん知ってるよな、慎介さん知ってるよね、うん、島田慎介さん、うんうん、長谷川君彦さん、長谷川君彦さん、確か君彦さんや、あの公園、公園の公ってハムっていう字と、うん、あの彦左衛門の彦ね、島田慎介さん、彦根の彦ですか、あ、彦根の彦ね、だからあの寿司屋さんかな、割烹かな、なんかあの長谷川いう店やってはるからね、長谷がひらがなで川が漢字かな、はい、やってあの南にもあるんじゃん、あ、大阪にもね、うん、島田慎介さんお誕生日、ハッピーバースデー、ハッピーバースデーみたいな感じで、うん、今日は綾瀬はるかちゃん、天野博之さん、ね、島田紳助さん、原田泰造さん、うん、羽鳥慎一さん、まあまあね、喋れる人多いな、そうですよね、喋って歌える人多いかな、うんうんうん、原田泰造です、うん、はい、まだお時間ありません、1953年3月24日は国際電信電話株式会社 KDDI、うん、あ、多かった、 KDD、うん、昔は KDD、 現在は KDDI、はい、だからこれ AU の会社でしょ、KDDI が設立されたっていうね、うんうんうん、っていう感じです、国際、うん、国際電信電話だから日本のいわゆる電信電話が NTT でしょ、そうね、もともとね、うん、日本が国際やから K なんかな、 K やもんね、国際電信電話のとって KDD やったんですかね、で現在は KDDI やから、 I もインターナショナルってことかもじゃん、いや、でも AU 今 KDDI やからね、昔僕ね、AU やったんですよ、
あ、何がある、ね、携帯がね。携帯が AU、うん、AU ね。で、AU ってあくまであるでしょ。なんていうかな。野号じゃないわ、商品名じゃないわ、なんかそういう感じで、本当は会社としては KDDI。あ、KDDI。確かに。AU は、AU っていうあくまで表記ちゃうから、ね、調べる、調べなくていいですか、KDDI ね。KDDI、はい。だから、あんまり関係ない。KDDI 経由じゃない。まみちゃんは、あれか、ボーダフォン系か。はい、ボーダフォン系、もともと。まみちゃんの携帯ってさ、はい、あの、まあ、例えば iPhone とかしてたら、うん、iPhone の、うん、アドレスってつくけど、もともとボーダフォンの人って関西だったら K.Vodafone とかでしょ、昔のメロワードってね、うんうん、あ、この人もボーダフォン時代からのソフトバンクユーザーなんやって、もちろんボーダフォンでした。僕は後からね、あの安くなってホワイトプラン980円時代になんか携帯かけるんやったら、もう、うん、あのソフトバンク同士かけるんやったらただやから、うん、あ、言うたかな、あの秀吉くんの生まれ変わりやからいうおっちゃんがね、うん、そういう人 AU やったんですよ、もともとね。で、僕も AU、あ、超おかしい、 AU やったけどソフトバンク買いはったやん、うん、で、その人が僕に、うん、お前な、ソフトバンクに変えてくれや言われて、で、電話しながら AU、ソフトバンクで AU 電話しながら、そのソフトバンクのとこ行って、うん、店行って、すいません、ソフトバンクってほんまにあの無料通話なんですかって聞いてね、で、もう一個ダブル、要するに AU とソフトバンクの2台持ちになって、で、知らない間になんか麻生さんにやられたんかな、 AU 解約してソフトバンクだけやからね、今ね。で、ね、当時ってさ、ほんまに980円だけ払うだけで、うん、あの、何やったっけ、9時、1時、夜の9時から、はい、夜中の1時を除いた時間かな、時間、うん、がソフトバンク同士やったら無料通話やったやん、ね、うん、で、ソフトバンク同士って無料通話かどうか分からんけど、相手の番号を鳴らして、うん、トゥ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 とかなんか言うたら、あー、この人ソフトバンクなんやとか言ってね、うん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 、だから僕名刺にもね、わざわざね、電話番号の後にソフトバンクって書いてたもん。で、ソフトバンクでかっていつも聞いてね、あの、ソフトバンクですを言うたらバンバン電話してやんってね、そうかそうか、はい、やってたんですよ。逆に言うと、で、AU を解約したからね、この KDDI さんね、うんうん、で、そのね、その、何やったっけ、その、お前、秀吉の周りから言うと、お前、手に線あるやろって電話越しに言われたんが、ソフトバンクから言われたわけですよ。で、そのおっちゃんが、買おう、もう頼むからな、いつもな、これ電話してるけどな、いろいろしちゃうけどな、金がかんねえやって言われてね、ソフトバンクにしてくれたら、もうただやねんから、ね、なんか、980円やから、月々言ったもんな、もう、とりあえず、めっちゃね、ちっちゃい。マミちゃんも昔持ってたの。何をですか。ほら、あれ何、昔の何だろう、あれって何ですか。ピッチみたいなやつ。あ、はいはい、 PHS の電話ってめっちゃちっちゃかって、あ、はい、そんな初めはね、ソフトバンク初めてデビューした日はね、今でこそ iPhone 使ってますけど、デビューした頃めっちゃもう電話の機能だけしかないようなね、もうめっちゃ簡易的な、はい、ね、それこそこのサラバンドいう、それこそ何、サラバンドおかしいよ何、あのポケットティッシュよりまだちっちゃいぐらいのね、めっちゃちっちゃい携帯やったよ。ただ電話するだけのね、はい、それがね、いつの間にかね、もう 5G の時代ですよ、マミコさん、ね、私だからもともとそう、ボーダフォン、どっちがさっきだったか忘れたけど、通貨フォンやったんで、それがピッチちゃん、あ、そうかな、通貨ピッチ、あ、ちゃうわ、通貨フォン、違うと思います、ピッチやったら違うと、うん、通貨フォンやったと思うんです、もともと通貨、通貨で、うん、ボーダフォンでになってソフトバンクかな、それは結局日本の歴史やね、そうです、そうです、同じことやもんね、そこは、うんうん、その流れはね、あと一瞬ドコモに変えたこともあったんですけど、あ、ドコモ持ちしたことあるんですか、うん、ドコモ持ちというか2台持ちってこと、うん、いや、会社から支給されたってこと、うん、支給されたのがドコモ、なるほどね、だったんだ、それどこも今どうしてんの、もう解約されてるのないの、解約されてる、まみちゃんも今、あえて言う必要はないですけど、うん、ソフトバンクソフトバンクユーザーになっちゃった、ソフトバンクユーザーです、これ、ね、もう長いソフトバンク、あの頃ね、そうそう、ソフトバンク .jp ね、i.やけどね、まあ、あの頃ね、どの頃やねんやけどね、うん、ちょっと失礼ね、あの、はい、iPhone にしたかったら、うんうん、ソフトバンクしかあかんかった時代あるん、覚えてる、あ、覚えてる、最初の頃皆さんその、うん、何、日本で iPhone 使おう思ったら、そうそう、スマートフォンっていうかが出たのは、そう、みんなだからそこでソフトバンクにみんな変わり始めたのかな、そうそうそう、なぜ iPhone 欲しいと思ったら、うん、iPhone 持ちたい思ったらソフトバンクと契約しないと日本では使えなかった、ね、でそれが独占なんとか禁止、あ、いや言うて、ドコモがついに解禁になって、ほんで
au も解禁された、まあ、今日は国際電子電話株式会社 KDDI、 現在の KDDI が設立した非1953年3月24日のことなんでございますよね、うん、ほんで昔はね、だからね、iPhone 見たらね、あ、このソフトバンクやと思って、あ、こんなソフトバンクって聞いて、うん、アドレス聞いといたら、まあ、電話番号聞いといたら、ね、まあまあ、そのままね、もう一回言うけど、夜9時から朝の1時の間を除く時間が無料電話やったんで、うん、昔は ね、今は違うんですけど ね、今どうしてるかって、そのチームは大体 LINE とかで、LINE 電話で大体その役をね、うん、してますから、今だからソフトバンクの店とか行ったらね、あの全然通話されてませんねって俺言われるもん。ああ、そうです。電話も LINE でしか、LINE してる人にしか電話せへんねとか言ってね。あ、そうなんです。はい、以上。以上、KDDI 話です。KDD ね。はい。ね。はい。いいですか。だからね、国際電話かけるときいつも001とかってやってました。あ、西田さんがやってた001ダフルかなんか言ってはったコマーシャルやってた。001ない。はい、国際あの外国にねファックスするのも001ってやってね、うん、やって。西田さんがコマーシャルやってた。ね、西田敏行さん。一回そうあのオペレーターを通すっていうやり方もあったりとか、一、うんね、回オペレーターを001じゃなくて何だったの、うん、0011もあったのかな。あ、そうか。なんかそういうのもあってオペレーター通してからこの番号に、うん、あのお願いしますっていうように国際電話かけてたこともあったりとか、すごい高かったんですけどね。高かったやろね。国際電話ね、僕はかけてないからね。あの要はそういうことです。いやいや、マミさん、マミちゃん国際電話かけてんちゃうんって思ったから振ったんですけど、うん、なかなかその話がねポロリせえへんからね。頑張って僕はソフトバンク話なんですよね。よくそうですね、使ってましたね、国際電話。何に使うの逆に国際電話って。友人がおるから。あ、そうそうそう。マミちゃんは日本からかけてるわけでしょ、うん、からかけるし、でも海外の友達がにしようと思ったらそんなは、向こうで、予約とか。あー、そうかそうかそうか、現地に連絡せなあかんから、まあ、私そうですね、あとは向こうの行きたい学校に連絡するとか、うん、あ、そうかそうかそうか、うん、それはしゃあないね、固定電話にせなあかんもんね、ま、そんなにメールがまだそんなにとかインターネットともあったけど、うん、どうだったかな、うんうん、そんなにまあ、まだ初期段階ね、まだ初期段階で、ね、まだメールも社内メールだけとかやったのかな、ね、そんなにそのフリーメールみたいなものはなくてとか、ほとんど電話で問い合わせとかしてましたね、うんうんうん、だから今はもう本当にね、メールとかでよく皆さんするけど、うん、なんかよく電話で何を揃えたらいいんですか、入学そちらの学校入学したいんですけどって言ってロンドンとか行くとき、うん、向こうの学校に電話したことありますね、うん、あの今の時代ね、うん、つかぬことをお伺いしますが、うん、海外でも LINE は使えるの。海外でも LINE は使えたってことは LINE 電話は、うん、その用は足せるわけ、うん、用足せる。同じことが 国によって違うかな。あ、まあまあそうかもしれんけどね、うんうん、でもまあもし LINE ユーザーやったら、うん、海外におってもあくまでいわゆるネット回線を使う、うん、利用する無料通話が電話ができるってことだ、うん、そうそうそう、うん、LINE ユーザー同士やったら、だから昔はもうスカイプとかでやってましたね、うん、そうそう、スカイプね、とかでは。い、ということで、KDDI 今日は設立記念日みたいですよ、ね、KDDI au 関係者の方はお祝いしてください。さあ、ということでラストでございます。マネキン記念日。マネキン、はい、マネキンって想像つくよね。マネキン普通日本語としてのマネキンね、うんうん、3月24日マネキン記念日、1928年、昭和3年のこの日、うん、上野公園で開催された大礼記念国際振興東京博覧会で、うん、高島屋呉服店が日本初のマネキンガールを登場させた、うん、この時のマネキンガールというのは現在のマネキンのような人形ではなく、うん、実際の人間であった。え、どういうこと。マネキンガールやから。マネキンガール、はい、うん、マネキンは僕らのイメージって、うんうん、まさに多分今マネキン記念日言うたまるちゃんも人形、うんうん、あの人形ね、うんうん、最近いろんなありますもんね。そう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 、ね、あの飾ったらお洋服着せるやつ、ね、うん、それが当時はマネキンガールで人間が務めてた、うん、ね、マネキンの語源はフランス語の、ね、フランス語ですよ、フランス語。マミちゃんが予告したと思いますけどね、今日はフランス語出ますよってね、フランス語のマヌカン、いわゆるあのファッションモデル、あ、マヌカン、あのね、なんとかマヌカン、ハウスマヌカン、ハウスマヌカンみたいな、うん、店員さんね、そうそうそう、ね、あの服屋さんの店員さんとも昔はそういう風に呼んでましたよね、マヌカンやねん、マヌカンやねん、ファッション、え、ファッションマヌカン、ハウスマヌカン、ハウスマヌカンに由来するが、日本では英語表現のマネキンが採用されたんです。で、マヌカンやとマネカン、うん、マネカナイを想起してマネカナイって言うね。
マヌカ言うてね、で想定してしまって縁起が悪いと招き猫のように招き招くお金招きの方が良いとされたと言われているね。招き招くお金招き猫招きねでございます。まゆみちゃんはハウスマヌカの経験、それからマネキンの経験、モデルの経験はございますのか？あ、マネキン、マヌカンの経験はないです。ないです。モデルといえば着物のなんか着付けモデルとかしたことある？うん、モデルとかしたことはありますけどね。着物ショーみたいな感じで。あ、まあ、着物ショーがあるの？なんかそういうのがあって出演したの？はい、ありましたね、はい。なんかえ、それはもう着飾った状態でステージはあるの？あ、そうです、そうです。あの、いわゆるこうやって着せますよって着付け教室ではないのね。うん、あとどんでもいいですけど、ね、うん、いろんなパターンがありますけどね。あと、あ、帯だけそこで、帯のショーをやったのかな？帯を特化エッコするの？特化エッコとかじゃなくて、帯をあのつけてもらうという、ちょっと変わり帯みたいなのをして、それのショーだったのかな、それで、はい。のマネキンガール、まあ、はい、表現としてはマネキンガールの、うん、じゃ経験があることにしましょうか。今日はマネキン記念日なんだそうでございます。マネキン記念日だそうです、ね、高島屋呉服店ですからね。まあ、現在のきっと高島屋、ね、百貨店のことやと思うんですけどね。まあ、大丸も呉服店ですからね、元々がね。ね、あ、大丸呉服店でしたね。元々ね。まあまあ、そんな感じで、お洋服をね、買いに行くのもいいんじゃないかというので、マネキンになるのもいいんじゃないか。マネキン、ね、あのヌードモデルとかの経験はございますか？ないです、ね、ないですか。アキさん、アキさんこそモデルの経験は？マヌカン、あの、に、なんていうの、似顔絵かき合いっこ大会はしたことあるよ。かき合いっこ大会ですか？あの、美術の時間とかでね、クロッキー、そうですね、自画像とかも鏡持ってて描かされたりね。そうか、そうか、そうか、はい、そういうのですか？はありますけどね。ファッション系はファッションモデルとかはないな。ないですか。ファッションモデルのお手伝いしたことあるよ、関空で。ああ、そうそう、で、あるよ、映像残ってるよ。関空でなんかイベントやって、そのイベントだから一つがそういうファッションモデルのショーと、あ、服飾学校の子がね、生徒が絡んでね、自分らで衣装を作って外国人モデルの人に着せてて、それのなんかイベントがあって、で、周りはいろんなオブジェとか飾るなんか美術系の人が集まった、なんか分からんけど関空でやるから手伝ってや言われて、何をもとやったのかな、あれ。あの、なんでそのイベントに行ったかが思い出せない。まあ、いろんなことがよくありますが、誘われたらすぐ乗るマミコさんでしょ。そうです。アーティーさんもですけどね。ね、まあ、いろいろ。なんで面白そうなものはね、参加しようと思います。行ってたよね、向こうはね。向こうはね、で、昔は行ってたんかな。ね、はい、今は、はい、エトラジで配信するのがアッキーさんの役目となっております。楽しみですか。あ、はい、あの、トヨトミーさん、大阪メグルもたまにやりました、ね。あ、いいので、ちょっとね、映像ね、見てください。はい。ということで、江川講師、マミコワールドさんと海運講師、アッキー RG さんでお届けしました、エドラジ。今週も無事、お開きの時間を迎えしました。Okay. Thank you for listening. See you next time. またお会いしましょう。See ya. Well, this one is going out to all the musicians, songwriters, singers, and DJs. Put some positive message to the music now. Too much negative message on the music. Come on, put some positive message to the music, yo. Too much negative message on the music.Get burned.